何位だ ?5 位。5位、はい。5位ですね。5位はこれです。ベスト5、いよいよ上位に入ってきましたね。これですね。松原美樹さん。なるほど。これは私、意識なかったな、この人は。あ、そうですか。ですね。ええ、この10人の中で唯一、まあ、この世の人じゃない。あ、もう亡くなったんですか。40ちょっとで亡くなりましたね。松原美樹ですね。今ね、松原美樹はね、非常に流行ってるんですよ。あ、なんか出てた。そうなんか世界的に J-POP が流行っちゃってて、でその中でこれもまあパクリの曲なんですけど、かなりこの人のこの、まあ、真夜中のドアをですね、外国人が歌ってたりして、ちょっとしたね、プチブームなんですよね。なんか出てました、つい最近ですよね。すごい最近の話なんですけど、でね、前からでもこの松原美樹が好きな人って一定数いてですね、なんか大井町より前ね、ちょっと歩いてたらね、なんかたまにイベントとかやってんじゃないですか、その地域のさ、人が集まってさ、はいはいはい、で生バンドでね、松原美樹歌ってる人がいたんですよ、女性で。で、俺それ、びっくりして、結構若い女の子だったんですね。お客さんのおじさんとかおばさんだけで、誰もはぁーみたいな感じがして、誰も聞いてないんで、私だけ聞いててさ、で、その子がさ、ステージから行ってさ、ちょっと話しかけてみたんですよ。陰キャラなのにさ、松原美樹好きなんですかとか言って、大好きなんですって言うわけ。今のこの人たち誰も知らないけど、私ももちろん知ってるんですけどみたいな、だからそういう、なんかそんな調子で一定数松原美樹のファンがいるんですよね。すごいなぁ。それでね、まあ美形、さっきの八神純子の杉じゃないですけど、こうあんまりその美形は好きじゃないんですね、私の場合は。なるほど。可愛い系が好きなんですけど、この松原美樹は結構例外でですね、その2つをこう両方合わさったようなキャラクターがまずこの松原美樹ですね。あとね、この人どこが好きかっていうとですね、前歯がね大きいんですよ。大きい。これね、たまに私も言われるんですけど、これがわかるかな、歯が大きいんですよ、前歯の方が。これが結構ポイントで。この写真なんかもそうじゃないですか。だからこういう顔が好きみたいですね。あ、そうなんですか。ルックスでいくと、なんか松原美樹はルックスがありきで、ちょっとネズミっぽい感じですか。そう私は結構やられるんですよ。でもそれはいいんですけど、真夜中のドアですけどね、林哲司ですね、作曲。この頃、今死後ですけど、竹内まりやのセフテンバーと、この真夜中のドア松原美樹は両方林哲司なんですけど、日本にですね、なんだっけ、シティポップって概念があったんですよね。別にポップスじゃなくてシティポップ。まあ分かんないですけどね、実際東京ですけど、東京で歌謡曲でもなくアイドルでもなく演歌でもなく、ポップスみたいなんでもなくって、東京限定の、もうちょっとその後出てくる渋谷系みたいなのも同じなんですけど、その前っていうのは都市型のね、都会人が聞いてる日本語のポップスみたいな概念があったんですよ。なんかシティポップって言葉で思い浮かぶのが山下達郎さんなんですけど、あれもそうです、あれとかエポとかもそうなんですけど、だから日本の都会っていうのは、まあ言っちゃえば東京ですよ。大阪じゃなく名古屋じゃなく、で東京のその限定のポップ、南吉高とかね、ああいう門松俊樹とかさ、で林哲司の音楽ってシティポップなんですよ。だからこの真夜中のドアとかさ、ニートな午後3時とかさ、だからこう都心のさ、高層マンションかなんかの真夜中があって、そのドアがあって、これは真夜中のドアを叩くんですよ。つまりあの真夜中のドアって、そこら辺の一軒家のドア叩いてるわけじゃないわけですよ。高層マンションの一角を叩いてるイメージですよね。と私は思っていて、だからそういう風にこう妄想を膨らましていく都会型の歌なんですね、これって。そうか、あれですね、ニートな午後3時も松原美樹さんでしたっけ。そうです。ああ、じゃあヒット曲も複数あるんだよな。
なんか意識なくて、この間のベスト50選ぶときに松原美樹さんのことはちょっと外してましたね。この方も結構うまいですよね、歌ね。うまいですね。うまいですよね。うまいですね。だから今選び直せばこの方入ると思うんですよね、50位には絶対に。ちょっと抜かしちゃった感じですね。ちょっと抜かしちゃった感じですね。いや普通に50なら入ります。入ります。私見たみたいにこんな上位に入れるかはまあ、分かんない。多分入ると思います。だからこれも何度もお伝えしてますけど、現代人に聞かしてね、何この古くせえのみたいなに思われないのを結構選んでるつもりなので、現に松原美樹そういうふうに再ブームになってますから結構合ってるはずなんですよ、自分の感セレクションがね。で逆に言うとですね、自分は好きだけど現代の人にねこれ言ってもさ古いねとかさ何これみたいなのをここに入れてるつもりはないんですよ、ということですね。だから例えば桜田淳子が登場しないのはそういう理由です。自分が好きとかって言ったって、桜田淳子のさ なんだ追いかけて横浜って言ってもですねって感じじゃないですか。今それは好きだけど、今のこれ見たり、いやこれを見てるっていうか、他にこうスライドさせて今の現代人に桜田淳子いいぞって言ってもさいやこれだったら自信あるんですよ。松原美樹だったら自信あるんだけど、桜田淳子ですかみたいなの、そういう定義をしてます。なるほどなるほど、ということで松原美樹ですね。はい、第5位ね。覚えきれないよ。あ、4位になってきましたね。はい、第4位ですね。4位ですね。はい、これは多分平成にかぶさっちゃってると思いますけど、昭和だったような気がしますけど、ちょっとわかんないですけど、平成だね。真本誠ですね。わかんないな。河本誠は96年ぐらいデビューだから、ちょっと昭和に言うのは無理がありますけど、しかし昭和感のある作家だと思ってます。デビュー曲の作曲家は岡村康幸です。あ、そうなんですか。そうなんですね。岡村ちゃんね。岡村ちゃんですね。この人自身も岡村ちゃんのファンなんですよね。そうなんですか。そうなんです。だから岡村の一部分と言ってもいいかなと思いますけど。だから好きなんですか。いや、それは偶然ですね。だから響いたっていうのもあると思うんですけど、そうですね。まあだからかもしれないですね。で、結構ヒット曲があるんですけど、まああんまりご存知じゃないってことですよね。月の缶。月の缶っていう歌がありましたね。まあ動画ね、ここでは流せないと思うんですけど、やっぱりこれもこう、あの独特なね世界観をこう出す人なんですよ。ちょっと私ライブも何回も行ったことがあってですね、まあ不思議な人間なんですけどね。1行目からしてなんか変な歌詞ですよね。そうですね。ペルシャのオムレツってあの非常に よくテレビ出てましたけど、だからメジャーな音楽家でもあるんですけど、かなり変な人だと思うんですね。だからまあだから自分が反応するわけですが現代の感覚で見ても結構さすが岡村ちゃん系なので天才だと思いますよね。なるほど。鑑賞に耐える。この歌詞は岡村ちゃんの影響を受けてるんですか。わかんないです。素だと思いますね。素ですか。なんか確かに独特な歌詞ですね。ペルシャのオムレツはヒステリックまでスクランブルエッグですよね。なんか昔の谷山ひろ子さん系の詩ですよね。パスタなんてアラビア語みたい、まどめにまどめて尻尾で相づちを打つ、マニュアキュアの瓶倒した瞳の中に三日月みたいなね、まあこういう調子なのが続くんですけど、なんていうかこうへんてこなさムーミンみたいな、そのなんか架空の妖精とかさ幻想とかさ、そういうようなものがやっぱりあって、その中にこう入り込んでるような感じの歌なわけですよね。そういうのが多いかと思えば、なんか焼きそばパンを買って食ったみたいな、なんか女子高生の日常を描いてみたりみたいな感じですね。やっぱり岡村系のあの中二病系のアーティストだと思います。基本的に。で、
っぱり自分もね年齢を重ねてもあんまりそこが変わってないっていうか、うん、こう、まあ、ちょっと河本誠とは話飛んじゃいますけど、やっぱりこうあんまり人間って進化しないっていうか老化しないものなのかなっていう気がするんですよね。あ、個人個人で、うん、うん、その生物としての見かけはさ、うん、白髪になったりハゲたりするけど、うん、頭の中はそんな変わんないっていうかね。三つ子の魂100までって言いますからね、うん、確かにそれってあるかなと思うんですよね。やっぱり音今でも聞くのはね、小中学生からの頃好きだったのの延長線みたいなものを聞いてるような気がするんですよね、うん、だからこう河本誠は96年デビューですけど、96年当時は私30ぐらいですけど、やっぱりそうなんですか、うん、96年ずっと、あ、今からもう30年以上前、30ぐらい、あ、25年ぐらい前、あ、そうか、あ、それぐらいですね。あ、もうそんなに古い歌手の人なんだ、この人でも。この人だってもう40代ですから。いや全然知らないな俺、相当この当時ですね、この当時子供が生まれましてね、で、まあこうおむつ、まあ、とか変えたり、まあ、育児をしてる時があって、でなんとなくラジオを聞いたかテレビだか覚えてないんだけど、もう河本誠の DNA っていうのがかかったんですよ。で当時やっぱり自分は30ぐらいだったから、まあ、とっくにいろんな洋楽も邦楽も聞いて今に至って、まあそんなに積極的に聞かないわけですよ、忙しいし。でなんとなくでそんなになんかびっくりするような音楽もないわけですよね、退屈だと。でね、この DNA っていうのがかかってですね、ちょっとびっくりしたんですよ。これすごいなと思って。で、よく覚えてるんですけど、ちょっとさ、俺今から CD 屋に行きたいから、このなんか、ちょっと子供置いていくねみたいな感じで、この河本誠の CD をどうしても今もう一回聞きたいから、買いに行ったんですね。それぐらい結構強烈でしたよ。もう今聞きたい。今この曲をもう一回聞きたいんだけど、ラジオだと聞けないじゃないですか。だからもう今こ、なんていうの、河本誠っていうのね、みたいなメモして買いに行った記憶があります、これ。そうなんですか。それぐらい衝撃を得たのが、この、30のおっさんがさ、河本誠聞いて、どうしても今からもう もう聞かないと気が済まないみたいな感じで、一発でファンになったんですよ。うん、私そんな歌ないっすよ。そういうの多いんですよ。今まで生きてきて一曲もそんな歌ないっすよ。いや当時非常にひどかったんですよ。どうでもいいのがすんごい流れてて、安室奈美恵とか華原朋美とか TRF とかそんなばっかりなの。でもあんまり聞きたくないのに、いきなりこれがスポット出てどうしてもこれでやっぱ聞きたい、もう一回聞きたいわけよ。いや私なんかむしろ今名前挙げてた方が聞いてましたね。当時はさ、テレビつけりゃいくらでも来るじゃないですか。まあまあまあね。だからなんか子供が河本誠さん、誠さんってその頃でしたっけ、TRF とかの頃でしたっけ。ほぼほぼ、まあちょっともちろん微妙にずれてますけど、自分の記憶がそれがはっきりしてるから、河本誠と自分のそのになんていうの、生まれたての子供のケアっていうのが一緒になってるんですよ。その頃の話です。ということで、まあ、いろいろ河本誠だけでも喋っていけるんですけど、まあキリがないのでこんなところですか。じゃあ河本じゃあ第3位ですか。次いよいよベスト3に入ってきますね。それが変なんです、変な3つなんですけどね、これ。そうなんですか。これかいなみたいな。でも絶対にあの人は入ってると思うんだよな。そうですか。入ってなかったらおかしいですよね、逆に。誰、美空ひばり。そうね、選んでない。3位ですね、はい、こっからはですね、ちょっとまあ私の好みはもちろん入ってこなきゃなんですけど、これは歌手として考えていいのかっていうのがやっぱ3位なんですけど、自分はですねやっぱり歌手なんですね、この人は。この人です。とわじゅんさん、はい、はい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 、この人は、まあ、歌手でしょ明らかに。この人はこの人はですね、歌手というかパフォーマーっぽいかな。この人はですね、ええ、どうなんだろうな、女優なんですよ本当は。え、そうなんですか。子供のとだってこの人
子役上がりだから本業を何て言うんだろう、本業をちゃんと定義するっていう意味においては女優なんですよね。あ、そうなんですか。要は斉藤由貴と同じですよ。斉藤由貴は女優で歌ってる。それ順番があって女優ですよ、あの人だって。え、そうなんですか。うん、歌で逆にアイドル歌手に芝居をやらせたってパターンあるじゃないですか、はい、南野陽子みたいな。だから一体どっちなんだろうっていう、どっちでもいいっちゃどっちでもいいんですけど、どっちでもいいやどっちでもいいですけどね。そうなんですけど戸川純とはですね、女優なんですよね。おで戸川純によるとですね、女優の仕事っていうのは非常に辛いですと、仕事として。うん、で歌は結構伸び伸びと歌えますみたいなこと言ってたんですよね。だからそういう意味じゃ歌の方が資質は高いのかなと思うんですけど、本業はあくまでも女優なんですよ。戸川の歌っていうのはやっぱり女優が歌ってるようなとこがすごくあると思っていて、やっぱり芝居なんですよね、うん、全てが。うん、でそうやって見ると結構分かりやすくって、この戸川純の描くですね、その女優が描くこの歌の世界っていうのがね、自分にとってはすごいツボなんですよね。ああ、うん、パフォーマーですね。うん、でまずね、ゲルニカが好きなんですよ。あ、もう頭の中にもうゲルニカが入り込んじゃってるので。なるほど、うん、パフォーマーとしてのこの人はすごいですよね。だこの写真こういうムードです、ゲルニカとは。うーん、でさっきわざと喋んなかったんですけど、椎名林檎の元ネタここの人ですよね。あ、そうなんですか。そうなんです、うん、椎名林檎ってはこれをやろうとしてああなっております。こっちを見ないとあれはわからないんですね。で、さっきの川本誠もそうなんですけど、何回、5、6、10回まで行ってないけど、結構7、8回ライブ行ってるんですよ、とかはね。はいはいはい。で、若い頃から行ってるんで、今、一番最近行ったのでも5、6年前なんですけど、今は全然もう活動してんのかな、ちょっとわかんないですけど、全然この面影はないですね。ああ、太ってるって言ってましたね。はい、このなんか、そのキーボード持ってる写真、むちゃくちゃ可愛くないですか、それ。この人、アイドルでもありますからね。うん、この人は何なんでしょうね。一番こう、芸能界の中でも一番こう、際物というか、わりかしその、ものは違うけど、さっきの岡村ちゃんとかにも近くってですね、やっぱりこう、理解できる人じゃないと、客を選んじゃうっていうか、まあ、そういう意味じゃこのベスト10では違和感があるのかもしれないですけど、現代の人でですね、戸川純とかこういうサブカルチャーとかを知らないんだけど、そういうようなこの素養の高い人であればね、ゲルニカとかヤプースとか戸川純とかってかなりこうすんなり入ってるんじゃないかなと思うんですよ。非常に高度ですね、やっぱり描いてる世界が。結構自信を持っておすすめできるのはこの10人なので、うん、ちょっと戸川純は歌手戸川純は外せないですね。やっぱり上位にやっぱり来ますね。なるほど。うん、逆にこう女優としてはあんまりこう大成してないような気がするんですよね。例えば主役ができないじゃないですか、やったこともないし。ああ、そうっすね。まあぼちぼち脇としては見えますけどね。うん、私結構、まあ、いろんなの見てますけど、松田優作の家族ゲームの映画、うん、あの中に出てきますよね。あれ見てないですけどね。あ、そうですか。由紀さおりが、まあ、お母さんなんですけど。あ、はいはいはい。隣中に住んでる奥さん役なんですよ。奥さん役なんですか。隣に住んでる奥さん、あんなに若かったのに、うん、で夫とあんまりうまくいってないんで、その由紀さおりのところに愚痴に言いに来る隣の奥さんみたいな役をやってるんですけど、うん、それが非常に面白いんですけど、由紀さおりと戸川、私結構由紀さおりもコメディアンとしてます、うん、超一流だと思ってます、はいはい、
ミスターフリーとこの人のやり取りがとても面白いですね。全然その本筋とは関係ないところが結構ツボなんですよ。野原さんらしいですね。お見事ですね、トカラジオ。